縄テミンショップや。どうもね、ここテミン店よく来たな。あ、顔動いてる。挨拶するか。どうもね、テミンだ。あなたは誰？はい、テミンだ。テミンの歴史、テミンたちの歴史、奥が深い、うん、言えよ。そうです、テミン店、いい店。はい、ありがとうございます。じゃあ、テミンフレークスはまあいらないんで別に。あ、これはこれ買えるで俺今。回復 2HP 高級ご飯やって、うん、最悪俺もこれ買いたいとこやけどな、ほんまは。ちょっとごめんな、今余裕がないから。あ、棒切れ高っ。わわわわ、それは棒切れじゃねえか。ぐぐぐぐ、その棒切れ絶対欲しい。でもな、テミ大学の金貯めないとな。ぬぐぐ、テミ棒切れ絶対欲しい。ノー。え、なんでなん。いいよいいよ。いや、まあいいけど、ノーしてみたいな、ちょっと、うん、後悔するわよ。あ、もう売れへんのか。いいよ、でも150で上げちゃう俺。トンクス。ここのトンクスは何なんこれ。じゃあね、テミさんありがとう、バイナラ。かわいいな。ちょっとここでアイテムもう一回、もうちょっとテミ売りつけよう。テミさん、なんかブツブツできひんかった？ブツブツ待ち？テミさん、おもちゃの包帯いらん俺。うん、よっつ、はい。戻ろう。落とし物の売っといた方がいいんかな。落とし物のもいらんか。いや、なんかああいう意味がないやつの方が売りたいよね。回復するやつとかよりも。よし、いやでもまずビチャビチャ買わなあかんから。いや、これの見方があんまよく分かんなくて、アーマー5ディフェンスマイナス5ディフェンスってことのプラマイゼロってこと。これ武器 2AT マイナス 5AT って下がるってことじゃないの。無敵時間が延長するってことは、食らった後の時間が延長されることやねんと思うのよね。まあいいや、ビチャビチャ買おう。 OK、 もうこれでいいや。ここで犬の落とし物を出しといて一回使ってみようか。持ち物の空きスペースが全部犬の落とし物で。いや、そんないらんもんを使ってさらにいらんもんが増えるっていうのは、俺も犬が獲物を捕らえるために吐き出した糸。なんやねんそれ、クモか。使った、うん、使い終わった。気まずい空気が流れた。でもう使い終わろう。じゃあもう、なんやねん犬サラダって。うん、使ったやろ、使い終わって気まずい空気が流れて犬サラダって何。もうまた犬の落とし物だったやん、もうループやん。 HP 回復な。ヒットプードルを、ヒットプードルってなんや。普通にヒットポイントや思ったわ。お、これいらんねん俺これ、うん、使い終わった。うん、もうあかんわこれ、もう打ってほしい。頑張るべき。よしよしよし。それでパッて起きて、あ、顔バレ、なんか知らん俺寝配信してしもてるって言うて、焦って後ろだ。あ、これ安泰にせ、もう7つ、7つの人間の魂、それさえ手に入れば我らが王はアズゴア、ドリーマー王は神となる。それさえ手に入ればアズゴア王はついにバリアを破ることができる。人間どもの手から地上の世界を奪還し、我らが味わった苦しみをお前たちにそっくりそのまま返してやるのだ。よいか人間、これは貴様にとって最初で最後の償いのチャンス。己の魂を差し出せ、さもなくば私がこの手で貴様の体から引きずり出してやる。よし、かかってこい。アンダイン、俺も一緒に戦うぜ。すげえ、アンダインに会えたじゃん、やったな。しかも戦うところこの近くで見られるぜ。あれ、アンダイン誰と戦うの。わあわあ、ちょっとこのこと父ちゃんと母ちゃんに言いつけないよね。このままガキ道連れにしろ。いいね、ジールと分かってるやついるな。お前この花の実にもなれよな。
かわいそうにお前常にお前なんか親に後ろめたい気持ちの花みたいになってるやんけ。あ、いっぱい咲いてる。ここ誰も通ってへんだ。またあった。うん、地上三島のすなわち天使は舞い戻る。天使が戻るとき地底の世界は無人となるから。これセーブやな。よし、もう足りてるからアンダイン戦やな。で、アイテムはこれでいきます。で、これ使うか。うん、そう、全部だ。これも無限にできるんでしょこれ。うん、流れた。はい、あ、さらに2サラダになったんで、もうこれでいいです。じゃあこの2サラダ状態でいきます。よし、ここやな。ここまでに16戦、そしてこれでアンダイン戦を制すと、もうまさにここやと思う。とにかく第一関門クリアや。あのさ、アンダインにお前とは関わるなって言われたんだ。お前はたくさんの人を傷つけたって。そんなの嘘だよな。な、どうしたんだよ、なんで答えねえの。え、なんでそんな顔をしてんだよ。お、ちょ、マジかよ。やっべえ、心臓バクバクいってる。アンダインだったらどうするかな。おい、これ以上はやらせねえぞ。みんなに乱暴するやつは俺が許さねえ。俺が相手だ。お前なんか、うせやん。俺この子と戦わなあかんの。うわ、俺この子好きなんやけどな。モンスターの子いいかもだ。うわ、なんかその調べ方もちょっと違うやん。もう不安そうに震えている。うわ、アンダイン、ひどい怪我。こんなものかすり傷だ。いいか、今度から逃げろと言われたらすぐに逃げるんだぞ。アンダイン、俺、ここは私が食い止める。早く行け。ああ、子供の手前ああは言ったものの、どうやら今の一撃で私はもうダメらしい。パピルス、アルフィ、アズゴア、すまない、どうか許してくれ。いや、まだだ。この体は今にも粉々に砕け散りそうだが、それでもまだこの魂の奥になぜか力が燃えたぎっている。私はまだ死ぬわけにはいかない。これはもはやモンスターだけの問題ではない。そうだな、私がここで食い止めなければ貴様は全てを破壊するつもりだ。モンスターも人間も見境なく夢も希望も一瞬で握りつぶす。だがこの私がさせはしない。今世界中の全ての魂の鼓動が一つになっている。我々の目的はただ一つ、貴様を倒すことだ。人間よ、いや、貴様の正体が何であろうと世界を救うため私が必ず貴様を打ち倒す。なんて熱いんや。よし、さあ貴様の本気を見せてみろ。ほー、これが第一関門。いや、これ調べてる好きないんちゃうかなと思うねんな。かっこいいな、震えるよね体が。ああ曲もいいな。ちょっと待てよ、よし行くぞ。不死身のアンダイン、ちょっと待ってよ
それあったな、俺知ってるぞ。待って、一回回復しないか。パピコでチューチューするか。いや、びちゃびちゃ。いや、パピコ、うーん、パピコ全回復入るか。あ、半分、あ、11か。よし、待って、一回これステージやいな、ステージやいな。俺一回回復していくわ。あれは無理やわ。あれすごいな。ちょ待てよ。早い方がマシやな。オッケー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 。と言いますことで、本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。よろしければね、ゲームの動画とかね、生放送とかそちらでお会いいたしましょう。それでは皆様、本日の一日お疲れ様でした。